なんかさ、ちょっと、いろいろとさ、わさぴさんありがとう。あ、10日はチームエイトのドキュメンタリー放送です。ちょうど昨日最初にちょっと、あ、メンバーだけ先に確認できたんですけど、ね、とっても素敵な、本当に9年間の奇跡っていう題名の通り、チーム8の9年間を振り返ることができるドキュメンタリーでは大変だったな、編集っていう気持ちと、そうだなっていうのと、なんか9年間ってね、すごいよな。感想はね、でもね、やっぱ近いね、近くていいねって言ってました。劇場は初めてですからね、劇場で見たの。理学療法士さんってどんな人？優しいですね。やっぱりね、理学療法士さんは基本なんかスポーツやってる方が、やってた方が多いから、なんかすごいスポーツ、確かになんか部活とかで運動部系入ってるか、そうだなって方がすごい多いですね、雰囲気が。登録してないから録画もできない。登録してみた方が絶対いいよ、今回だけでも絶対見た方がいい、本当に。もうチームエイトとして番組で、番組とかこういう番組とか放送されるのも最後だと思うんで、ぜひ絶対後悔の内容を見てください。ミスター社交ジュリス、ありがレインボースター目かゆい。ゆこちゃん見てるじゃん。見てる、目がかゆくなってきた。ひらきさんがハート。そうね、わかんないな。ちょっとみんなにちょっとさ、説明したいことがあってさ、あの卒業発表のブログを見ていただいた方でちょっと疑問に思った方いませんか？何か、え、どうしてって思った方なんかなかったですか？そういう場所ありませんでしたか？スーさん、アレインボーさん、あの、あれ、こんな、なんか、あれと思ったことないですか？私は後から気づいたんですよ。もう昨日気づいたんですよ。発表しちゃった後に気づいちゃって、ほいってなったことがあったんですけど、あの、ナノマーゴとショールームは卒業公演の次の日くらいに終わるのに、なぜかメールと柱の会だけは7月の月末で終わるっていう、その SNS 関係の終了の日程、なんかもう顔面マッチだなと思いませんでしたか？あれって思いませんでした。あれ、なんでメールはやるのにショールームとか終わるんだろうみたいな。あれ、ナノマーゴとショールームはなんで次の日に終わるのにメールは一週間あるんだろうと思いませんでしたか？気づいた方いるかなっていう終わり方だったんですけれども、そうなんですよね。あ、そう、私のブログの下の方に、私もともとですね、ちょっといろいろとあのスタッフさんとの連携がうまく取れておらずに、あの、私はもともと基本他のメンバーとかも見て、自分も卒業公演の次の日でもう私は
卒業だと思ってたんですよ卒業だと思ってたのね。そう、でこうブログの文言が来た時に、で私そうなんですよ、ブログの文言が来た時に結構 SNS 関係が月末ってなってたんで、あの私はあの卒業公演の次の日にあの卒業する、あのもうメンバーじゃなくなるつもりなのであの SNS もあの次の日に終わりたいですみたいな、自分的には卒業公演終わってこうパッてやめたかったっていう気持ちがあったんで、終わりたいですってあの初日の前にね、早速に連絡をしたんですよ。フォークさんありがとう。であのこういうレ、なんかレイちゃんとかみたいに お話し会は残ってるけど、卒業公演の次の日に SNS 関係終わってるんですけど、レイちゃんは5月の18とかにね、そうちょっと見ていただいたら分かると思うんですけど、終わりたいですって言ったら分かりましたって話してきて、であよかったよかったと思って、そしたらなんかその後に柱の会とプラメは月末までになりますっていう連絡が来たんですけど、私その時ちょうど自主練をしてましたよ、劇場で。パッと見て、あーあーと思って、あ、承知いたしましたって送っちゃったんですね、気づかずに何も。で、何も気づかずに発表がされまして、で、後々、あれあれプラメなんだ、月末までなんだみたいな、なって。で、マネージャーさんに、あれこれなんで月末までなんですかみたいな。聞いた結局ですね、私は結構そこのね、ちょっとそこがなかなかうまく連携が取れておりませんでして、私も私で、ちょっと、あの、私はこうだと思ってて。あの、あんてなのこと言うのことだと思ってたみたいで、そこで噛み合ってなくてですね、でそれを気づ、その後に気づいてしまいました、発表した後に私が。で話し合いをしたんですけれども、ちょっともう帰れないよということだったのであのもう出しちゃったんで変更はできませんっていうことで、ちょっとなんかすごいキリが悪い終わり方になっちゃって、うーん、なんかちょっと悔しいんですけど、まあ気づかなかった自分もいけないなと思ってるので、ショールだからちょっと、いや本当は卒業公演の日にもう最後のメールを送りたかったんですよ自分はね、ね、でももうこうなっちゃったんだから、だから、まあ、せっかく多分結局プラメを撮ってくださってる方は本当に私のことを好きでいてくださったからと思うので、まあ大体でも言ってまあ10日くらいかな、まあ、一般人の10日間みたいなね、メールでも送ればいいかなと、送ればいいかなと思ってます。はい。あの、おまけ10日間ですね。おまけの10日間です。はい。おまけの10日間で、あの、メールだけ、なんかよくわかんないことになってると思うんですけれども、ショールームもしないし、7号もしないし、なぜかメールだけ送られるっていう状況が出かかってしまったので、謎のね、おまけの10日間でも一般人からのメールっていう手で送りますんで、一般人のただ20日からのおまけメールが、7月の21日後は届くと思います。でもそうですね、 S のアンペアットマーク S さん、ありがとうくまちゃん、あ、もらう方も辛いです。あ、そうですか、ちょっと歌だなりに考えた結果なんですけど難しいですね。うん、私が先に気づけばよかったんですよね、スタッフさんとのその相互について。そう、なんか基本メンバーは卒業公演の次の日に卒業ってなってたから、みんなそういうもんだと思っちゃってて、私も思い込んでたから、なんだろう、そう思い込んでて、でもなんかそこが、私はなぜか月末だったらしくて、そこがね、うまくやり取りできてなかった反省点ですよね。なんか最後の最後でこんなって。これ何？これ何？いや、さすがに、だって月末まで取ってくれてるわけでしょ。まあ、私なりの心の整理のつけ方がそれだったんですよね。そう。なんか自分的には卒業公演をして、アイドルとしては終わりっていう風にも自分の中で決めてたから、なんだろう、なんかアイドルとしてのメールって送るっていうことを全く考えてなかったんですよ。でも結果そういう風になって変更ができないっていう風にご連絡いただいたので、なんだろう、でも自分の心の整理としてはそういう気持ちが出来上がってたから、
か普段のただ20日を10日間送れればいいかなと思ってこう決めさせていただいたのでよろしくお願いします。そう、まあいろんな意見がありますと思いますけれども、なんか送らないっていうのは自分の中でその30日までっていうふうにも発表してるのに自分が送らないって判断をするのもいやなんかあれだなと思ってこういう決断なのでよろしくお願いいたします。いろいろねスタッフさんに掛け合ったんですけれどもダメだった。でもスタッフさんも頑張ってくださって、そうもう発表しちゃったからね変更ができないらしい。撮るだけで写真だけ写真いや多分さ他のメンバーとか見てもらったら分かると思うんだけどメールも月の途中でもね終わってるんですけどちょっとよく分からないんですよね私も。だからなんか最後にこうなっちゃって自分もなんか申し訳ないし知らないでしょ。どっか行ったっけ。時間。ああ、そう。まあ、ちょっと気づかなかったのがいけないですね。なんかそこの話し合いをもっとちゃんとしっかりしてればよかったんですけど。もう自分も思い込んじゃってたからな気づかなかったですね。早く気づけばよかったね。ありがとう。ありがとう。ゆうな、ゆうちゃんさんありがとう。ショールームとかは私はそう全部卒業してるっていう風に思ってたからあの SNS は全部その日に終わると思ってたからそう頼んだんですよ。でもそうメールだけはなぜか月末になってるってことに気づかなくて、そしたら結局私はそうなんでか卒業してないらしくて、卒業っていうか一応月末までは在籍してるよ予定ですっていう風に昨日聞いて、そうそこだからなんか申し訳ない、だからショールームはできないんですよね。もう発表されちゃってるからショールームはもうその日までっていう風に私がもう私はそうお願いしちゃっててそれを知らずにメールとかそういうまだ自分が在籍してるってことを知らずにその日ってお願いしちゃってたから、そうだからメールしか使えないんですよ。メールとまあツイッターとインスタは一応残るんであれなんですけど、
そう、なんかショールームと7高校はできなくなっちゃうっていう。そう、なんかこんな微妙な形でなっちゃってなんか申し訳ないし、まあでもさ、多分神様があと10日メールを送れっていうね、あのお次みたいな感じだと思っているのでまあ10日間メールが残された理由があるということで、きっとメールは送りたいと思います。だからショールームは卒業公演の日までなんですよ。まあでもそうですね、そんな感じですかね。まあ、卒業公演を終えたアイドルの一日を知ることってあんまりないと思うので、どういう卒業、なんかきっとみんなさ、卒業公演が終わって卒業する子が多いと思うんですよ、基本はね。お話し会が卒業って方もいると思うんだけど、でこう卒業公演で最後のメールとかね、あると思うんで、まあ、10日間メールが残ったということで、まあ多分これから私はこういう風に過ごしていくんだろうなって思ってください。10日間のメールを見て、なんかもう実はそうだね、松山さんありがとうございます。いや、なんもないですけどね、本当変わらないですけどね。もう今もだってさ、見ての通りさ、こんな感じじゃないですか。お仕事全然ありませんっていう状態だからさ、基本はもう本当にもう準備してます、自分の将来の。なんかもうでもそうだな、そうだね、夏休みの日記みたいになりそうだね。そうね、そうですね。でもなんか本当にやらないといけないことがもうずっと、そうですね、もうなんか次に、のーさん、ぼっちまさんありがとういつも見に来てくれる、ありがとうね、見に来てくれて。あのなんだっけ、おお、ありがとう。卒業旅行行く時間がないな、行かないな。そう、でもそうですね、なんか自分のそう次にやりたいことというか、自分が目標にしているものがあるんですけど、もうその準備はでももうね、結構前からしてるんですよね。動き始めたのはあれはいつだ、1年以上前かな、からもう準備してて、正直あの本当に、でも本当にそうですね、なんか本当に正直なところだと、逆に怪我をしたから卒業するのが伸びきた、卒業までの時間が実はちょっと遅くなっちゃってて、そう、もともとそうだね、なんか私を見てくださってた方は知ってると思うんですけど、私って基本に的にさ、こう一つのやらないといけないこととかがあった時にもうそれに集中しすぎちゃう人っていうか、こううまくマルチにタスクをこなすることができない人なんですよね、だから本当は それの準備期間を考えて、まあ周年あたりで、周年との周年あたりでと思ったんだけど、ちょっと復活が遅くなっちゃったから、復帰する本当だったらね、ヒカルンとかと同じタイミングでね、卒業とかするのが一番ベストだったのかなと思うんだけど、でも
まあでもその分皆さんと一緒にいる時間は長くなったので大切にしながら、ちょっとねやばいんですよね実際のところね、やばいんですよ、やらないとやばい、やばい、もう現実逃避してるんです、やばいんですよ、そうなんです、もうやばいです、ギリギリ、だから本当にこれ今配信してるのも現実逃避してるっていうのは私がくださありがとう、応援します、ありがとうございます、でもさ、なんだろう、やっぱりさ、まあ、新しいこうやりたいこととか自分が叶えたいことが見つかったからとて、もう7年間さ続けてきたこの活動をさ最後まできちんと終わりたいなっていう気持ちもあるから、こっちはこちらの活動を最後まで頑張ります。ヤンキーナイトさん、ありがとう。そう、難しいですけど、これもでもどうなろうと自分が決断したことなんで、どうなっても私は後悔はないです。あとだけ決断しながら、お、公園見に来てください。なんでこう皆さんと話してこう気分をこうショールームしてると口動かすじゃないですか、すると脳が活性化するんですよ。でこの自分の一日の途中か、こう一日モヤモヤってしてる日を口を動かすことで切り替えてたらいいなっていう、卒業するんだ。そう、そう、体動かすとかもいいですよね。確かに。よく言いますよね、自撮り全然撮らなくなるって、やめた子みんな自撮り全然しないなって言ってたな。そう、食器洗ってるんですよ。ありがとう、アイドルになってくれてありがとう。こうやって言ってる方がいたら
自分が7年頑張ってよかったなと思います。7年よかったなと思いますね。つな声の発達好き、嬉しい、嬉しいわ。やばら猫いるよ、犬もいるよ。マスクしない生活になったら、もうなんかマスクしないっていうか、あのなんだろうな、化粧水、化粧水とかで結構よくなったかもね。パネルずっと見てたの？ぜひね。それ滑るからね。あの骨ごと。それ違う。ちゃってる。毎日メイクね。毎日メイクしないからの私、今もしてないから。変わらないとか変わらないですよね。手をつなぎ、なんか公演したいね。私もこの前写真撮りに行った時に同じタイミングで写真撮ってる方いた。私に全然気づいてなかったけど、知らなかったかな私のこと。知らなかったかな。あつかちゃんが前いいって言ってた化粧水買ったよ。今も使ってるよ。え、これってさ、ギターちょうだい、ありません。ショートヘアいいよね。こんばんは。卒コン、卒コン、卒業公演に、お前に生誕祭あるのかな。今のところ予定はないみたい。似たはなさそうだな。マジ？目代わり？買おうかな。もうなくなりそうです。おやすみ、おやすみ。あ、もう15分か。今日さっきお昼寝してたから、お昼寝してあげるか。夕方寝なんですけどね。夕方寝、いや夜寝ですね。こんばんは。私は眠れ、私寝るつもり全然なくてびっくりした。気づいたら9時で、起きたら寝てたと思って、まあ寝てたんですけど、結構寝たんだよね。でも本当に全然自分が寝ると思わなくて、一瞬で寝落ちしてました。やられた。ラブラさんにレインボーさん、ドリチョボー is working with his mother。 妹はテスト勉強しないといけないのに全然テスト勉強しておりません。ダメですね。そうそうそう、ファン寝てました。タドクルさん、ありがとうございました。覚えてるよ、ありがとう。
いやもうこれでありがとう。なんか首がめっちゃ出るんだけど、脳が酸素欲しがってるな。今酸素を取り入れました。こちらに入ってています。今微中核、微中核って言うんだっけ、を入ってってます。今右脳に到達いたしました。まこちゃん、あの開幕、はい、酸素が到達しました。ここだよ。で、すごさありがとな。はい、あ、キャットフード変わったね。足りなかった。パピあげたの？さっきはね、パピの散歩に行ってきたんだ。全然決めてないけど、まあどうなんだろうな、12月以降とかかな、12月以降か、年明けとかかな、2月とかかな。お医者さんに相談だ。プッチマさんありがとう。ここにデッキモノができてる。痛いよ。あつかおめでとう、グラデュエイティ。Thank you very much。酸素送ってくれてる。おつおつおつ。パン。なんか難しいね、人生。難しいね。メドさんありがとう。アジサイ、猫は散歩行かなくていいの？行かなくて、ダメだな、行かなくて大丈夫だよ。なんか人生というかさ、最近コミュニケーションを勉強したんだけどさ、あの全然関係ないんだけど、別に私の将来やりたいことにも全く関係ないんだけど、最近コミュニケーションを勉強したんですけど、コミュニケーションって人間関係を、人間関係を豊かにすることは人生を豊かにすることに大切だみたいな話を聞いて、本当その通りだなと思いましたね。なんかこう人生を振り返って、自分が悩んだことってなんだろうって考えた時に、なんか結局人間関係だなと思って、とか人間関係とか人との会話とか、なんだろうね、だなと思ったね。だからコミュニケーションって大切やなと思ったのと、考え方も大切だなと思いましたね。くんちゃんさんありがとう。なんかさ、最近自分が大人になったことは何ですかって言われたら、人との接し方っていうか考え方の変化ですね、言いますかねと思うけど、なんてさ、小さい頃っていうか、
入ったばっかりの時とか本当に自分の価値観が全てだったからね、なんかちょっと自分と合わない人がいた時とかに理解しがたいってことが多かったんですけど、前も話したんですけど、そうなんかさ、最近本当に思うのはさ、なんかちょっとんって思ってもさ、あその方は多分こういう考えでこうやって言っててきっと悪気はなかったのかとか思うと、その自分のんもなくなるじゃないですか。なんかそれで考えて心を落ち着かせるのって大事だなとか思って、すごい学びましたね。でもさ、どんだけ言葉遣いとかさ気をつけてもさ、やっぱりさ自分が思ってた伝わり方がしないこととかもさ、すごくあるじゃないですか。あ、私はこう思って発言したけど、そういう捉え方もあるんだなと思ったりすると、なんかすごく難しいなと思いますね。なんか難しい、そうやって人間って成長していくなと思います。はい、まあ、でもできる限り自分が受け取る側であるときはいろんな角度からその人の発言を見れるような人間にはなりたいなと思いましたね。うん、そう、まあ、相手にさ捉え方でさ、自分はそんなつもりなかったのにっていう相手の捉え方を変えるのって、まあ、なかなか難しいからね。私はこう思ったんですって言ってもさ、もうダメな時とかもあるじゃないですか。そういうの変えるの難しいから、できる限りね自分が人のことを片方の側面かじゃなくていろんな側面が見れる人間になりますっていうのは最近思いましたね。っていうどういう話って感じなんですけど、はい、どういう話って感じなんですけどね、はい、ですごく思いましたね。なんか配信とかもしててなんかさ、難しいですわ。きっとさ、ファンの方とかにも多分20日、なんか私はなんかこれがきっとみんなのためになるかなと思ったこととかもさ、捉え方の人によってはさ、えってなることもあるわけだしさ、難しいですねっていうね、この卒業間近に卒業間近にね悩むっていうそう、どうベストが分かりませんわ、ほんま。でも最近思ったのは、本当に私も結構すぐにえっと思うことあったらすぐに聞いちゃうんですよ。例えばさ、例えばスタッフさんとかとさやり取りしててえみたいなことって何回か、まあ、なんかあるじゃないですか。こうそういう時に私結構すぐにえどうしてですかみたいな LINE で送っちゃう人だったの、したんですよ。そう、それ直したいですねと思って最近はちょっと気をつけてます。はい、そう、ね、結構すぐにポポポポーンって送っちゃうから、えと思ったらえ どうしてですかポポポポーンってすぐこっちから一旦その人がなぜこう思ったのかを一旦ちょっと10秒くらい考えるようにしたいと思います見ようとしてることありますからね、結構。もうそう、脊髄反射のように送ってくからね、もう反射神経そういう時だけはめっちゃいいからね、困ったことに。なんかでも6秒ルールっていうのがあるらしくて、6秒考えるといいらしいですよ。なんか怒った自分がイライラした時とかも発言する前に6秒考えるらしいです、その発言を。まあそんな6秒を6秒を考えるような余裕がありましたら多分怒ってないというかそんなくらい感情コントロールできる方は多分そんなに怒ることないかもしれないんですけど、その普段から怒らない人かもしれませんけど、ちょっと自分が怒りやすいなと思う人とかは6秒考えたらいいらしい。そう、
6秒考えて、だいたい6秒考えると、まあ、それは言う必要ないかっていう気持ちとかですらしいから、6秒考えるといいみたいな話は聞いてございます。そうでも、もっと早く言えって言われてるけども、あ、自分の中で熟考しておりました、失礼いたしましたって言っとけばね。それでも言ってくる方はちょっと話になりませんので、あ、きっとこの方は今多分感情が高ぶっておられて、今何を言っても多分今早く言ったとて、なんでそのこと言うんだって言うだろうし、で遅く言ったとて、なんで早く言わないんだって言われるだろうし、多分これは今こうちょっとその方の意見を尊重して、一旦その方が落ち着くまで待とうみたいなね感じで待つのが一番いいのかなね。まさかの反応。お話し会の時とかはさ、お話し会の時はさ、それはまた別の話、お話し会の時とか、その自分の感情が高ぶりすぎて感情がコントロールするのが難しくなってなってくる時とか、そういう時にみたいな感じなので、あの、お話し会とかは別に、私も別に普通のね状態の人間なんで特に何も考えてない。友達と話してる時は6秒考えないじゃないですか場合場合ですわ。そう、怒ってる、こんばんは。そうだね、最近怒られたことあるかな。もう最やっぱり入った時とかはさ、結構さ怒られたりとか、まあ、注意とかはさすごいあったけど、やっぱり7年いるとなかなかそういう機会も少なくなりますからね。だからこれからですよね、私はこれからですわ、これからですよ、これからね、この世間知らず人間がですね、私宇田川初が世間に解き放たれた時がですよね。こんばんは。ずーっと感情が高ぶりすぎた時は、そうですね、なすがままに、新メンバーでまとめて怒られたんだっけ。まあ基本そうかな。そうだね。話してほしい。でもさ、そうですね。なるほどね、そうだね。でもいつか多分近況報告の時になってお話をするので、待ってくれたら嬉しいですね。たまーに投稿しますよね。でも正直さ、そうですね、なすがままに怒られたエピソードありすぎてな、思い返したくないですね思い出したくないですね。はい、芸能界は残らないんですね、今の予定では。卒業後は何するの。まあいろんなことを学びたいと思ってますざっくり。まあでも、まあ基本的には学びですね、私の学びたいと思います。人生学びがほとんどだと思いますけど、なんだろう、こう今まで自分が
学びたいなと思ったこととかを学べたらいいなと思いますね。はい、一旦直近で言えば、あのイベントとかゲストと知ってる確率はあかんないな。まあ、だってねえ、あかんないな。基本ないけど 10% くらいかな、わかんない。 100%、90% わからないな。 99% って言ってもその 1% の確率で出ないかこともあるわけでしょ。でも期待はしないでほしいかな。出ることはないと思う。だってね、期待しちゃってさ出なかった方がじゃね、出ないと思っててくれた方がいいと思います。多分出ないと思いますいや出ないと思いますね。なんか本当に仲いい子とかになんかすごい頼まれたりとかねしたらさ、例えば大切な時とかにまたその都度考えるけど、今の予定ではね自ら動くことはないと思いますけれども、翔子さん、タコちゃんもう正直わかんない。私の性格知ってる方だったら分かると思うんですけど、本当にいろんなことにこうちょっと意識がそれやすい人間なのは多分知ってらっしゃると思うんですよ。で私もそうなら分かってるんですよ。だからこそなんかそういう自分もあんまり好きではないから、好きではない部分もある、好きな部分もあるんだけど、こういろんな注意がそれる方でいろんなことに興味があるってことは好きなんだけど、いろんなところにそれちゃうからなかなか一本みたいな顔、何かを貫いてる人とかに対してのすごい憧れがすごくて、だからあんまりなんか今のなんかあんまりさこうねしたくないんだよ今の気持ちでは。だけどもう見てる通りこういう性格だからさ、急に変なことする可能性はあるんだけど、今の自分のあるんですよ。かっこ悪いんですけどね、申し訳ないんですけど、それはあるかもしれないんですよね。だからね、なんとも言えないんですけど、やるつもりはないんです。やるつもりはない、やるつもりはないです。まさくまさん、ありがくまちゃん、しょうこさん、ありがたこちゃん、芸能活動続けないよコメラでバイトしたら通ってもいいよ、見つけたらね、20日のこと。まあバイトはもんとこまだはしないけど、もうちょっとおたくは一周ただ20日ちゃうことですね。20日も忘れませんよ。そう、サッピさん、ありがとう。ねえ、富士山って登ってそうだよね、20日。自分のももう、オーロラ見に行きたいなとか思うもんね。はい。何時に終わるかな、もう結構やってる。今日は3時間くらい昼寝しちゃったからお風呂さっと入ってやることありますか。ふろさん、せいちさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、せいちさん。宇多田ハーツカの演技一度も見たことがないだと。なんだろう、ポンポン。ポンポンポン。こんばんは。いらないよ。僕の後輩とかになってもいいよね。考えとく。かわいい、ありがとうございます。トクズの DVD 発売中。
ばば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 でもね、でもさ、絶対さ、バイトとかするわけじゃん。もう、ね。あ、今日の写真ちょっと等身大？小さすぎるやろ。でもあれってさ、あれだよね、多分ちゃんと身長をそのスクショしてるよね。お代理の方がじゃだって10センチくらい高かったもんね、私の。ナスありがとう。そう、バイトしたことないんだよ。だからね、何しようかなと思って。多分ヒカルの配信を見てくれてなかった。ヒカルとかなんか言ったのかな。ヒカルも今最近ショールームしてるもんね。何しようかなって悩むよね。シャチホコダンス、シャチホコなら任せてくださいよ。はい、そう、ミスだとね、似てるってたまーに言われますね。たまーに。ラーメン屋さん、別のお茶ありがとうございます。え、そう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 、お帰りの隣嬉しいです。もちまるってなんだっけ、なんか聞いたことある。なんかちいかわの中にいそう。バイト大変だろうな、きっと。頑張る、バーデンバー。これから私は世間の荒波に揉まれてくよ。イエーイ、荒波だ。パパ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 パン。ザプンザプン、ザプンザブン、ザブンザブン、ザブンザブン。タタタタタタタ。あ、すいませんすいません。はあ、すいませんすいません。あ、こちらの出違いです。すいませんすいません。あ、は。今ごとに申し訳ございません。今すぐ買いのものを。すいません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 。ぺこぺこ、すいませんすいません。ダブル連携ブレーキの林、これなんて読むんですか。安方さん、林さん、ミスタージブルーン、ありがとう。ありがとう、レインボーの T シャツ。ただいま、あ、ダメだ、アパレル店員さん無理だ。ただいま、 100% オフです。うん、それ無理はない。ただいま、ただいま、 10% オフです。すいません、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 すいません。チーズ。私さ、すごく思うのがさ、自分の話し方の癖って本当にすごいなって思って最近おい今更と思ったと思うんですけど、あのお笑いいけるようになった。お笑い芸人に怒られちゃうわ。お笑い芸人さんにせっせっせや。そう、今更って感じだと思うんですけど、私本当に人の話し方と人、うん、目線が
定まらないじゃないですか。こうインタビューとかが本当に苦手だったんですよ私私7年かけて気づいたことは、田倉さんありがとうございます。カメラを向けられるのがあんまり得意じゃなくて、こうインタビューとかでこうやってカメラをこうやって向けられるとめっちゃ緊張しちゃって、緊張しちゃうっていうか、カメラ見れないタイプなの、見れないんですよ。はい、ジブリパークの顔出しのポイント、それだ見つけた、私の神のあれなんだっけ、神職、ん、適職、だからちょっと10日にあるドキュメンタリーを見てほしい。ドキュメンタリーを見ていただいてほしいんですけど、挙動不審なんですよね私。なんか基本みんなってさ、そうですね、私は AKB48 に入ってなんちゃらこんちゃらでこちらだと思ってますみたいな感じなんですけど、私ってうーん私はそうですね、ああそれ私はうーんなんですけどみたいな感じでキョロキョロシーマクをやるんですよね。でなんかもうそれは自分でも知ってたんですけど、落ち着いてないっていうのはなんか旗から見たらやばいなと思って、うん、だからこそよう好きでいてくれたなって感じですこんなね変わった人間を好きでいてくれたファンのこととそばにいてくれるメンバーはすげえすごいいい環境にいたなと思います。あ、ありがとうって感じ。ドキュメンタリーは10日に放送ですので見てください。 CS テレ朝かな。いや自分でもさ分かってるんだけど、よくすげえすごいなと思いました。うん、はい、いい環境にいましたわ。なんかさそれをさ よしとしてくれているこの環境って、ああすごいよね。私多分営業職向いてないわ営業関係向いてないと思う。うん、いやだ嬉しい、ありがとう。それはもう薬持った、バレた。あーそう、え、無手のなくない、いけるかな逆に。もう今ねやりたいことは決まってるんだけどね、将来の今のところの。まあでも私ほんとすぐ変わっちゃうから、変わっちゃったらどうしようね、それも人生ですね。でも今のね夢は決まってるんですけど、でも今そうだね、しまった、うんうん、そう自分はそういうの向きないかもなと思いました。慣れなんだ。どんどん変わっていい、ごめん売れないとはもう決まってんだ。いや申し込んでないです、申し込んでない、ちょっとやめてください実際結婚したんですかね、気になるところですけど。私ってさ分かってんのよね、一般受けはしないのよね、うん、万人受けはしないっていうのか、万人受けするタイプじゃないっていうか、
こう常々ね感じますもん。なんか私のこの話し方とかこの接し方とか人との会話の仕方とか、多分本当に嫌いな人は多分私のことすごい嫌いだろうなと思うんだけど、私のことをすごい大好きで言ってくれる方もたくさんいるんで、あんまり困ってないです。あんまり困ってないです。そう、私のことを嫌いな方がいるってことは、私のことをそう好きな方がいる方もね、好きで言ってくれる方もいるんで、あんま気にしたことはないんですけどね。見るんだろうなとは思いますね。正直そんな気にしたことはない。まあ、そう、びっくりした、暗闇からポコちゃんがこっち見てる。ポコチー目が光ってるよ。気にするような、やばいな、どうしよう、すっかり忘れた。15分、あと15分で12時だ。知ってた、ポコちゃん、おお、来た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 、ポコちゃん、おお、尻尾が見える、おお、ポコちゃん、こっち来て、ポコチー、すごくない、呼んだらちゃんと来てくれるんだよ、偉いね、ポコちゃん。まあパピちゃんは全く来てくれません。1ミリたりとも動きません。耳がピクッってなるくらい。ポコちゃん今目ギンギラギンタイムです。ペアップさんありがとう。今なんか私知ってたって言ったよね、何言おうとしたんだっけ、忘れちゃった。どこ行ったの、ポコチー、ポコちゃん、ポポポポコちゃん、こっち来てポコちゃん、うん、それコード、最近ドジったこと、携帯を大阪新幹線に忘れて新大阪から倉庫まで連れて帰ったことかな、携帯が。無事たことは、こっちまで来ない。そう、パピはね、パピの性格って分かりやすい、ツンデレです。パピはツンデレです。結構気分屋なんですよ。かわいい、かわいい、パピってめっちゃ考えてること分かりやすい。なんかほんと動物って性格違うよね、動物で。パピは昔からなんですよ、昔からなの、昔からまず呼んでも来ないし、基本ボールとかも投げても取りに行かないタイプ、取りに行けっていうタイプだね、私たちにね、ボールを投げてもみたいな感じのタイプ、取りに行かないし、はしゃがない。でもで基本あんまり普段寝てる時とか邪魔されたくないタイプなんだけど、いてててて、たまにたまにめちゃくちゃ撫でたい、撫でてほしい時があって、なんかそういう時はこうやってシャ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 って私の前に来て、でこうやって座って私のことを見ますね。急に甘えてくる。でも甘えたくない時は近づかないでほしいってタイプかも、一人でいたいってタイプ。そう、結構隅っことか暗いとことか狭いとことか、だからなんか押し入れみたいなとことかが好きです、パピは。でポコちゃんは結構人と一緒にいたいってタイプで、もう 猫にしては珍しいかもしれないですね、わかんないけど、結構寂しがり屋かもしれません。結構ね、寝てる時はみんなの見えるキャットタワーとかで寝るんですけど、起きてる時は結構みんなの周りうるちょろうるちょろしてます。
キャットタワーとかで寝るか、みんなの周りうるちゅらしてにゃーにゃーって言ってるタイプ。わかりやすいでしょ。ねぼこちゃん、どこ行った？どっか行きました。ちなみにぽこちゃんは歌だけはみんな同じ部屋で基本寝てるんですけど、ぽこちゃんはなぜ私の話を聞いてほしいです。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私がれいちゃんの卒業公演から帰宅したあたりからぽこちゃんが私のところで寝てくれるようになったんですよ。私いつも左側に妹、右側に妹で真ん中に宇多田ハツカで寝てたんですけど、あ、妹、私、妹、母でこう3つの布団で、あの私宇多田家別じゃないんですよ、敷布団なんですけど。ねぼこち、はい、ということでね、敷布団で3つの敷布団に妹とお母さん、私、妹、まあ、姉はあの今いない、家にもいない、父も家にはいない家にはいないんで、みんな別のところに住んでるんで、単身赴任、あの単身赴任なんでいないんですけど、まあ、こう4人で真ん中で私が寝るんですけど、寝てたら、うん、そう、ある日を境にポコちゃんが、ある日東京から帰って私が真ん中で寝てたらね、ポコちゃんが毎日20日のところで寝てくれるんですよ。どうしたんだろうと思って、もしかして私が東京に行って寂しかったのかなとか思いながら、ずっとお母さんのとこで寝てたから、普段ね、もうほんとどんな時も20日のとこで寝るようになって、もう幸せだったんですね、毎晩毎晩。ある日ね、いつもと違う場所で寝たんですよ、私が。そしたらですね、あら、毎日のようにね、私の胸元とか私の足元とか私の左側とかで毎日寄り添って寝てくれてたポコちゃんが来ないんですよ。あの、私が移動した瞬間来なくなっちゃって、これってもしかして私と寝てるんじゃなくて、この真ん中のお布団が好きなだけなんじゃないか説が出ましてお母さんがずっとポコちゃんが来なくなったって言ってから、ちょ真ん中で寝てみようって、お母さんが真ん中で寝たらね、案の定真ん中で寝るんですよね、ポコちゃんはただただ真ん中が好きなだけだったっていう、真ん中の布団が。昨日も私真ん中寝たら一緒に寝たもん。なんかあるんですね、猫もね、寝る場所とかね、決まってるんですね、知らなかったです。はい、まさかね、あ、こっち見てるし、ポコちゃんが私の話してるやろって顔で見てるし知らなかったですわ、猫にそんなことがあるなんてね。ポコちゃんこっち見てるし、あのポコちゃんの面白いところは何も興味なさそうにしてみんながどこにいるか見える場所に座ってるところが面白い。今は私が見えるところにも座ってるし、でも部屋の扉の前に座ってるんで、違う部屋にいる人もいる、家族も見れる場所に座ってる。すごいね、ね、ポコチ。でハツカがポコちゃんって話したら、たまにこっちをギランギランの目で見てくれます。賢いね、ポコちゃん。でパピちゃんはクースかピーです今あとさ、猫とワンちゃんかって思うのはさ、猫と犬のタイムスケジュールって本当に全然違くてさ、おもろです。ただクロさんがレインボースター、猫ちゃんとワンちゃん飼ってる方は分かると思うんだけど、ポコちゃんの毎日のタイムスケジュールはだいたいまず朝7時ぐらいに誰かが起きるじゃないですか、だいたいお母さんとかがね起きるんですけど、そしたら傍観者はねそうん、傍観者公園じゃないよね、何公園だったっけあれ、目撃者公園じゃん。そっか、そう、あの
またね、携帯携帯あ、54分ねっていう8分だったらもうた見てる今、部屋を移動したにもかかわらずその部屋の中でも私が唯一見える場所にポコちゃんが今います怖い猫だ。だから真ん中で寝るのもさ、真ん中だとみんなのとこと見渡せるからさ、いるのかな。で、何話してたっけ。あ、タイムスケジュールの話か。じゃあポコちゃんのモーニングルーティンから始めますね。ポコちゃんは7時に起きて、だいたいみんなにチュールをねだりますね。にゃーがにゃーって言って、そのだいたい7時から8時にかけてが甘えタイムなんですよ、ポコちゃんの。で、だいたいパピはまだちょっと寝てるかな。んで、ポコちゃんはだいたい9時くらいにはもうまた寝る時間に入るので、パピは基本、まあ最近おばあちゃんって言ってもずっと寝てるんですけど、だいたいパピはそうだね、寝てるね。8時くらい寝てるか、8時くらいに起きるのかな。で、だいたい10お昼過ぎに1回また起きてきて、またすぐ寝るんですよ。はい。で、ポコちゃんはだいたい9時から10時、11時にかけてはお昼寝タイプなんですよね。で、だいたい寝てます、ずっと。で、またお昼くらいになったら起きて、ちょっとうるちょろして、ちょっと遊びたいなーみたいな感じでうるちょろうるちょろしてまして、で、また15時とかはまた寝てるんですよ。すみません、ありがとうございます。パピはたまに起きてお水飲んでまた寝て、パピはまたたまに起きてみたいなのを繰り返してます。あんまパピはね、あんまり、でもパピちゃんは人間と同じように朝起きて夜寝てます。で、ポコちゃんは、まあ、そんな感じでお昼寝してて大体決まってんだけど、この時間が元気もりもりなんですよね。夜行性ですよね、猫って夜行性。そう、それを見てる宇多田さんね、何してんだって話なんですけど、家にいるんですよね。家にいるんですよね、うん、56分なんですよね、この時間。なんかポコちゃんが本当に大好きなおもちゃがあるんですけど、それを持った瞬間ポコちゃんの目が本当に怖いんですよ。あの、音も立てずに持ってるはずなのに、それを持った瞬間もう見てるんですよね、こっちをね、って顔で怖いんですよ。パッて、あ、ポコちゃんのおもちゃだと思って、もう持ったら、もう持ってパッて置けては見たら、こっち見てるんですよ。これは違うんですけど、これは姉が韓国のお土産でも買ってきたマウスなんですけど、怖いんですよね。なんであんなに気づくのかわからないっていう話でした。はい、ということでですね、なんと12時になってしまうということで、ランキング見たいと思います。そう、ちなみにポコちゃんが好きなのは、あの赤いレーザーが出るおもちゃが一番好きです。それでは行きます。13位、シュングさん、シュングさん、シュングさん、ありがとうございます。12位、フォークアットマーク、歌が初見たい香港ブンブさん、フォークさん、フォークさん、ありがとうございます。11位、田所さん、田所さん、田所さん、ありがとうございます。10位、スノーさん、スノーさん、スノーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。9位、ポッチャマさん、ポッチャマさん、ポッチャマさん、ありがとうございます、ありがとうございます。8位、わさっぴさん、わさっぴさん、わさっぴさん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位、ミスター社交辞令さん、ミスター社交辞令さん、ミスター社交辞令さん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位、まさくまさん、まさくまさん、まさくまさん、ありがとうございます、ありがとうございます。5位、エースナンピアとマークユエスさん、エースナンピアさん、エースナンピアさん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位、チョコミントさんとマーク、今年もまた昨日、あ、今年もまた昨日一つ年を重ねてしまいました、うえー、おめでとう、ありがとうございます、チョコミントさん、ありがとうございます、ありがとうございます。3位、ダブル連続ブレーキ林、これはなんて言うんですか、安勝さん、ミスタージャパンさん、頑張りすぎないように頑張る、頑張りすぎないように頑張ってください、あの林さん、ありがとうございます、ありがとうございます。2位、ヒレイヤットマーク、一生あつかのこと忘れないよ、ありがとう、イリクさん、ありがとうございます、ありがとうございます。私も忘れません。スー、歌だけ配信一生見ていたい、あ、あ、来た、レーザースーさん、スーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとさ、このレーザーを20日のさ、壁のところに当ててみて、スー、あ、うん、あ、すごい、配信だとすごい白く見えるね、これです、このおもちゃが好きで、ほら、あ、見てください見てくださいすごいんですよ、こんな感じなんですよ、夜のこの時間は。じゃあ、切れるまでポコちゃんを見ててください。はい、こんな感じでね、もうそろそろ切れちゃうんで、
あと30秒見ててください。あ、もう終わっちゃう。ということでありがとうございました。おやすみなちゃい。もうちょっとですね。猫を飼ってる方はぜひ。これがでもストレスになる猫いるらしくて取れないから、人にはうるらしいんだけど。テスト勉強頑張ってたって。あれ、あのテストだよね、明日。返事が返ってこない。返事が返ってこないようだ。おやすみ、バイバイ。